はい、こんにちは。ビクトンの渡辺です。ギタリストの菊池です。今日ですね、こういう形でビデオを撮るのは割と初めてなんですけど、最近、デュランシグネチャーテレ、これですね、発売というか、受注生産なんですけど作り始めたので、それをデュラン以外のギタリストに弾いてもらおうかなみたいなことで、今日はギタリストの菊池正義さんに来ていただきました。で、あと最近ね、ここ何ヶ月か、見てる人もいると思うんですけど、エコーっていうね、アリーナエコーって、アリーナっていうモデルに続く、新しいモデルとしてアリーナエコーっていうのをリリースしたので、それも合わせて紹介できたらなっていう形でっていうことですね。イエイイエイ。ありがとうございます。で、今から、菊池さんに、デュランのテレとこのエコーをそれぞれ試奏してもらって、どんなだったかなみたいなのも、演奏以外にもインプレッションね、話してもらおうかなという感じです。もうまず見た目かっこよすぎだもん。そうですよね。これ手書きなんでしょう。そうです、そうです。で、ちなみにこれは発売するギターではなく、これ実はデュラン本人のやつをちょっと今預かってて、そうですね、ちょっとよかったら弾いてっていうことで今借りてる状態です。ものだ。でも一応これと全く同じものを作る、今何本も作ってますけど、一応同じで。いや、いちいちさ、ほらノブがかっこよかったりさ、謎のスイッチがあるなんですよ。そうそうそう。なんだろうって、これは何？これのボタンは、なんかこう押すと音止まるキルスイッチ、ね、スイッチか、はい、で、この鍵ね、鍵が違うんですよね。これギターに鍵ついてるの初めて見たね。なんか出てる。これはどういう？それモードの、この切りスイッチのモードの切り替えで、通常のモードにしてると、音が鳴ってる状態で押すと止まる、鳴らすと鳴るみたいな。ただ音がこう次元になる。それを逆にできる。そう、逆にすると弾いても何も鳴らないところから押した時だけ音がパッ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 って出るので、リズムのね、リズムで音が出せる。でも通常はこの音が出てて音を止めるキルスイッチモードで使えばいいかなって思います。これ普通？これはそうですね、一応メタルノブですね。で、こういうのがあるんですけど、一応全体的にこうメカメカしくというか、メタリックなメカっぽい感じにしたいなっていうので、ウィズスピーもそうですけど、やってる感じです。随所に、普通のテレ、基本的にはベーシックな、ちゃんと伝統的な、ね、テレの音が出ないといけないっていうのはあって、彼のリクエストで細かいところはやってて、で、あとはそれ以外のオリジナル、一番メイクのこのね、ピックが、手書きだったものをスキャンしてデータ化して、で、プリントを。全く同じようにそうっす。で、これもプリントしたものを出たんのやつもあって、前は手書きだったんで、ハゲちゃってたんです。ピックとね、どうしても消えちゃうんです。でこれはもう落ちない、ピックが擦れても落ちません。でも基本は普通のテレキャスだもんね。そうですね、アディクトンで今まで作ったテレキャスと基本は一緒で、かっこいい。じゃあちょっと早速試奏をね、していただきたいと思います。じゃあぜひ見てください。お願いします。
はい、はい、ということで、はい、弾いてみました。今ね、弾いてもらいましたけども、どうでしたか、まずこのデュランシグネチャーテレキャスター。なんか多分弦のゲージが違うからか、まあ下がぶっといというか、でも音の印象とかはどうでしたか。まあ、音の印象はもうやっぱいつものアディクトンにだいぶ近くて、反応もいいし、そんなに違和感は正直その見た目ほど特別な感じというよりはやっぱいいギターだ、いいテレキャスター、いいテレキャスターって感じです。まあ、あとビクスビついてるからちょっと、普段できないことはできるし、はい、これもちょっと面白かったけど、そうですね、一番最初のオープニングの時に話したスイッチとか、ちょっと動画の中ではあんまりちょっと紹介はできてないですけど、まあキルスイッチです、まあ、でもロックギターって感じがしたかな、やっぱり。でもなんかデュランの最初の、まあ、リクエストというか、これを作った経緯みたいなのを持って、なんかテレキャスターちょっと試したいなって話をもらってて、じゃまあ、まずプロトで1本、まあ、テレキャスター作ろうって話になって、普通のノーマルのテレとして作ったら、それも抜群に良かったので気に入ってくれて、あ、ちょっとこれしばらくライブレコーディングで使ってみるみたいになった時に、まあ、なんかあまりにそのままなんで、なんか使っていくうちに、まあ、どんどん変貌していったっていう感じで、これ後付けなの。そう、ビグスピーはね、割と最後というか、まあ、最初は本当にテレとして気に入ってくれて、最初にやったのは多分ここを黒だったんだよ最初で、それを白に変えてもいいみたいなところから、なんか気がついたらもうこう書かれててで、そこからなんかいろいろやっていくうちに、まあビグズビーの世代だとか、もうだからそのためにカットしたんだね。そうですね、なんかビグズビー専用のブリッジのプレートじゃないので、まあその通すためにカットしたりとかで、シグネチャーのテレなんで、一応これをと全く同じように、ね、作ろうかなと。ああ、市販されるものも。そうです、そうです。手がかかってる。あと特徴的な部分はここの、で、これも本当にライブとかで使っていく中で、ストラットがメインだったので、どうしてもこう、肘がちょっと当たるのが気になったっていうと、まあここもね、テレキャスターってやっぱり本当に1枚の板みたいなね、ちょっとこう、持った時のこう座りがね、違うじゃないですか。まあ、菊池さんはあんま気にならないよね。そうね、立って弾いてるときは、でも、言われたらめっちゃ楽しい。そうやってる。見た目がマジでいいな。そう、インパクトがすごいですよ。すげえかっこいい。さすが、なんかアーティストっぽいな。なかなかね、普通には思い浮かばないというかね。素晴らしい。で、せっかくこういう形、個性的なギターとしてもいいし、個性的なギターができたんで、なんかよかったら、販売し、まあ、シグネチャーとして出したいみたいな話をデュランの方からしてくれたので、まあ、じゃあ作ろうみたいな。何本？一応10本、まあ、ちょっとこういう風に作るのもちょっと大変だったりとか、あと量産するような楽器でもないだろうっていうのもあって、ね、一応なんか、まあ、約束として、じゃあ10本作りましょうみたいな。早いもん勝ち。そうですね。完全早いもん。いう感じで。ぜひ。そんな感じですね、はい。まあ、あとはさっきのね、地層の、ね、動画とか見てもらうと、リュランが弾いてるやつは、まあ、ライブの映像だったりとか、まあ、ちょこちょこね、この前のミュージックビデオとかにあるんで、でもそうすると、あのギターどんな音なのちょっと分かりづらいとか、リュランが弾いてる音しか分からないので、素のギターとしていいちゃんとしたテレキャス、そう、ザ・テレキャスの音がちゃんと出てて、まあ、プラスこういうね、見た目的なリュランの、まあ、こだわりをぎゅっと詰めて、あとね、仕様としては、うちで作ってるテレってあんまりこう、いわゆるこう、最近はね、こうアリーナとかエコーとか作ってるんで、あんまりこうヴィンテージタイプってあんまりやってなかったんですけど、いわゆるこう指板がヴィンテージのストラットかタイプしてて、7.25、R がね、ちょっときつい。まあフレットは、まあ背が高いの使ってるんですけど、この辺はデュランの元々使ってたあのメインのストラットと同じにしてるんですよね、とかありますね。ペグとかも、あいつアリーナとかね、こうロック式のね、こうペグ使ってるけど、やっぱりこう、トラットな、ほんとロックしない、まあ、いわゆるクルーソンタイプ、クルーソンのやつですけど、を使わないとこういうオープンな、まあ、フェンダー感というかね、なんかそういうのが出にくいので、まあ、この辺は、もう、そういうの、トラット
にやっぱりしたっていうところがですね。軽いし。そうですね。あんまりレグスビー自体がちょっと重さがあるので、あの重くない方がいいだろうっていうのですが、今回作る10本も一応ちょっとなんかこう軽めの材もちゃんと使って、トータルではまあ 3.5 とか6を超えないぐらいの。これついて。はい。これもちょっと軽いかもしれない。3.4 とか軽いんで。十分。でまあ、ワイトアリクソンとしては標準的なものかなっていうですね。はい。じゃあこれも、あとね、エコーもね、弾いてもらったんですよね。新しい。新しいエコーですね。アリーナは使ってるんですけど。エコーね、プロトの時から良かったもんね。そうですね、プロトからね、まあ中間にはたくさん弾いてもらってるんで。そこはもう、普段使ってるアディクトにやっぱ近い。そうですね、うん、ネックも同じ、ちょっとね、実はね、改良してあるんですけど、でも、すごい。いや、これもね、本当に素晴らしい、ね、言い出したらキリがないよかったです。いや、よかったですね。前もね、思想で多分伝わるんじゃないかな、思想動画で伝わるかもしれない。もう、アディクション全般、反応が良すぎるぐらいいいから、触ったら音で。触ったら音出るし、右手のタッチも完全に再現してくれるんで、抜群に使いやすいです。でもなんか、いつもって、そうやって言ってくれて本当に嬉しいというか、ありがたいなって、そうやっていいギターを作ろうと思ったらいいんですけど、なかなかね、伝わらないというか、そうね、これ弾かないと。そう、分からないっていうね。ぜひ見つけた人は手に取ってほしいというかね。まあ、あと思想も。そう、思想も渋谷の事務所でできるし、ただやっぱりお店に置いてあるものと、例えばプロットとかミュージシャンを出してるのが、ね、多少こう差があったりとかって思う人もいると思うんですけど、本当お店に出してるのが、そのまんま結局ミュージシャン使ってるものと一緒だったりとか、いや一緒だね、一緒なんですね。なので本当にお店で見かけたら、うん、ぜひあの触って弾いてみてもらいたいなっていう。本当に弾いて反応の良さとか、ぜひほっといてもサスピン長いし、うん、本当すごいですよとしか言えない、うん、まあ、レスポンスとかね、すごい。特に今回ねフラットというか、そうですね、ノントレモロ、まあフィクストブリッジって言ったりノントレって言ったりタイプですけど、でコントロールとかこのツーハムのところとかっていうのは、まあ、これアリーナエコーっていうモデルなんですけど、前作というか前からあったアリーナとも同じコントロールになって、コントロールの位置とかピックアップの配列とかコントロールのこのスイッチとかっていうのはアリーナと全く一緒になってたので、それもあって菊池さんは多分違和感ない、うん、ね、全然目つぶって言ったらほぼ分かんない、うん、そうですね、うん、いや本当ネックも本当素晴らしいですね。なんでですかね。なんでネックやっぱまあ基本に忠実というか、うん、なんかやっぱりあの大事なところをちゃんと押さえて作るというかね、あの量産じゃないからこそみたいなところがあるので、やっぱそこじゃないかなとは思うんですけど、とにかく弾きやすいし反応良すぎる、うん、最初だから難しいかもしれないですね、人の。ああ確かに、うん、ちょっとそれは言われるところありますもんね、うん、でもこういうギターで練習してほしいです、うん、正直、うんうん、だからやっぱりね、あの今持ってるギターと弾き比べて、うん、まあ、何が違うのかっていうのを知るだけでも多分何か感じるものってあると思うし、なんかこうやってもう一線で活躍してるプロミュージシャンとかが、まあ、なんで選ぶのかなっていうところ、まあ、もちろんうちもあのよかったら使ってみてくださいっていう形で渡したりとかはしてないんですね。本当に思想をしたいって言ってくれたら、まあレンタルだったりとかね、貸したりとかして実際気に入ってもらったら、まあね、買ってもらうしかやってないので、本当に聞かなきゃ分かんない、うん、そういうことで、うん、そうなんですよ、ね、ぜひこちらもぜひ、まだ店頭にねちょっとしかないんですけど、あ、まあね、はい、まあでも思想もできるところもあるし、アレクトーンに来てもらってもいいので、普通に問い合わせをアディクトに。そうですね、あの大体ツイッターとか、うん、まあ、インスタでもあのダイレクトメッセージとかあの見てるんで連絡もらえれば、うん、ぜひ。もうだってプロアマ問わず、ね、そうですね、あんまり区別はしてないとか、作る段階では、ね、もちろん区別もしてないので、うん、ぜひ興味のある人はぜひ弾きに来てください、うん、お願いします、はい、じゃあ今日はこんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。